そういやお前、ローラを殺したって？何言ってんの？ローラは友達よ。ビブルカードは友情の証にもらったの。ああ、このママのビブルカードに私がサインしとくから、いつか何かに困ったらこれをたどってママに会うといいわ。その時は私も元気でやってたって伝えてね。ありがとうローラ。ローラは元気でやってた。これが伝言、伝えたわよ。母親も海賊だとは聞いてたけど、まさか四皇ビッグマムだとは思わなかった。ビブルカードを見せればきっと助けてくれるってローラは。ふざけんじゃねえよ！ママ。元気でなくて結構だよ。死ねよ！居場所を知ってんなら教えな。すぐに殺し屋を送り込み、消してやる。まだ親子のつもりでいることに驚いたよ。親の心こしらずとはこういうことだろう。あいつは過去最大の政略結婚を蹴って逃げたバカ娘だ。俺は許さねえ。